Oh. Thank you.
っと待って。
ここはアベックが来るとこやないわ。杉浦平之助の作品やないか。よう手に入れたの。ほんで誰と刺したんや。村井だ。村井。村井という男よ。あなたが村井さんね。俺は昭和59年名人戦最終局の142手目の場面や。ここで挑戦者の薮田は5八馬と指して勝負に出た。だがこれが敗因で薮田は負けた。4三に銀を打って王を固めるのが定石なことはプロなら誰でもわかるのに、薮田はなぜか勝負に出た。皆は凡ミスや言うが、わしにはそうは思えんかった。聞きたいことがあるんです。若い女子に答えられるようなことは何一つあらへん。父兄の別所からあなたのことを聞いてきたんです。安心してください。私は別所の部下です。人言派のことをお聞きしたいんです。二十数年前の神室町での事件覚えていますよね。私もその時に生き残った一人かもしれないんです。
あの時現場にまだ物心がつかない子供はいませんでしたか？一人おった。詳しく聞かせてください。何も知らんでも生きていけるのならその方がいい。教えてください。ヤブタは名人戦に負けた後、公式戦から遠ざかって酒を浴びるほど飲んで体を壊して死んでしもうた。絶対に名人になるんやと思っとったが、多分己の実力じゃ無理やいうことを悟ったんや。それが自分の運命やとな。せやから最後に自分らしい手を指して死を選んだんや。人の人生っちゅうのは残酷や。あんたは今まで過去を知らんでも生きてこれたんや。余計なことを知っていらぬ運命を背負うことはない。どんな過去でも受け止める覚悟はできています。だからあなたに会いに来たんです。お願いします。教えてください。話を聞くまで帰りません。お願いします。あれはクリスマスの夜やった。クリスマス、お祭り気分のわしらの隙をつくように堂島組が襲ってきて、アジトにいた構成員は次々と葬られたけど、あなたを含めた3人が運よく生き残った。ああ、あなたは河原さんと別所さんの助けで関西に逃れたのね。せやけど本国から送られてきた構成員に居場所を突き止められてしもた。だがわしはこうして生き延びることができた。どうして？仲間を撃ったんや。生き残った他の二人を撃ったの？ちゃう。キムデジンとジヨンミンやない。キムデジンとジヨンミン、当時二人は16歳やったが、なぜか難を逃れた。その後の行方はわからん。それじゃあなたが撃った仲間っていうのは誰なの？実はあと二人おったんや、生き残りが。それはボスの女房とその子供や。子供？
子供を頼む。腕盛り。急所が外れて、わしは生き残ってしもた。それからモライという名前をもらって、こうして生き延びとるんや。じゃあ佐山の父親は人言派のボス。その後ボスの奥さんと子供はどこへ？河原さんがこっちへ逃がしたんや。じゃああなたは自分が助かりたいためにその親子を本国の組織に売ったのね。その後その二人がどうなったかは知らんがな。母親は死んで子供だけが助かったのよ。ほんま、あんたがあん時の子供なんか。その子の父親を殺したのは誰なの？名前は知らんが顔はよう覚えとる。ひげを生やした男やった。それは風間の親さんだ。え？俺を育ててくれたあの風間慎太郎だ。本当に？ああ、俺もその場にいた。わかんないよ。人言派の連中か。そうだ。ビルの爆破も誘拐もてめえらの仕業だな。そうだとも。あんたにはお礼を言う。その裏切り者の居場所を突き止めてくれたんだからな。この男に手出しする前に合田会長の居場所を吐かせてやる。無駄や。そいつらは本国の先鋭部隊や。絶対に口を割るようなことはせん。さあ、合田会長の居場所を教えてもらおうか。その前にあの世に送ってやる。僕やない。
会長の居場所を言え。それが人言派の掟や。わしも掟に従っておけばよかったんや。昔他人様に散々迷惑をかけた男が人並みに幸せな生活を送りたいなどと思ったが間違いやったんや。運命に逆らったらあかんのや。あの時死んでしまえばよかったんや。あの世でおふくろさんに娘さんは立派になったと報告しとくわ。幸せになるんやで。話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は堂島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの孤児院ひまわりへ顔を出してくれていた。だが
があの日、おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやっさんだったが、そん時は違う。俺は気になって、おやっさんの後を追った。おやっさんは、組の指示に逆らって、人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただし、この町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな？二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。カズマ、やはり罠だったんだな。待て、そいつは東城会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。がちこと、ちょちくんくでろや。とんがめ！風間のおやっさんは、俺を助けようとして、その男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもんなんだ。
俺を撃たないのか。どんな償いでもすると言ったろう。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。頭に巡るのはお前の笑顔。そばにいてやれないパパでごめん。
けんのか。いけねえに会いてえのか。合流会は通天閣のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々やつら使うて大騒ぎしとってやないか。が、ほとんどが空騒ぎで終わっとるがの。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったの。せやけど、近江連合の跡目はもうわしのもんや。こいつ使って桐生の首取るで。お前らしい作戦だな、戦国。キリュっちゅうやつ、半端なことや倒れんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で、東条会とキリュやるだけじゃ。よっしゃ、ほな、一丁派手に、近江の跡目合戦と行こうやないか。あはははははまだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これは？ねえ、知らんけどあんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や無理したら命取りになるで。彼女、来なかったか。カオルのことやったら、カーラさんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。
除去しとるやん。
はるかはどこだ？天守閣におるわ。まあ最上階までたどり着くのは無理やろな。こいつの弾取ったれや。どついたらこんがけ。どついたらこんがけ。おい、天国見せろか。取れ取れ。
さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。ああ待てや。はるか。はるかを離せ。そないなでかい声出されたら、わしのピットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとっての。悪いけど、餌になったりんや。骨まで噛み砕いとるや。わりゃ化け物かい。はるかを返せ。
龍二、何しとるんやお前。このおっさんの遊びにつきあされて、ほんまご苦労やったな。こっ、俺ら待たんかい。うわっ、ほわっ、なんのマネや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけどガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言うとるんじゃ。黙れやボケが。うわっ、これで邪魔者は消えた。いよいよ明後日、わしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。少し開いたみたいね。傷口。大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに。ママからメモのこと聞いたの。そうか、無事でよかったわ。またカッコつけちゃって、このアホ。これでよし。ありがとう。これ一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。
生きている。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこへ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？あの女の人の今のお母さんだ。おじさん、おじさん、あれ見て、さくらだよ。ん？はるかの知り合いか。違うよ、福永さくら、女優さんだよ、有名な。純社長、来期のドラマの件、よろしくね。ああ、わかった、わかった。わしに任せてくれたい。綺麗な人だったね。
おい。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。
くそ。いらっしゃい。
Thank you.